スノーマン佐久間大輔ピンク髪から黒髪にイメチェン、ラビットでお披露目、正社員になったので見た目から、モデルプレスイコール2023年4月4日。スノーマンの佐久間大輔が4日放送の TBSK 朝のバラエティ番組、ラビット、毎週月曜から金曜朝8時に生出演。ピンク髪から黒髪にイメチェンしたことを報告した。 佐久間大輔ピンク髪から黒髪にイメチェンドを番組には、以前から火曜ゲストとして宮舘亮太と各州で出演していた佐久間。MC の川島明、キリンから晴れてレギュラーということで、とこの4月から2人が火曜レギュラーになり、これまで通り各州で出演するという。佐久間は、ありがとうございます、と立ち上がり頭を下げると、レギュラー。やったー、とガッツポーズをした。 この発表にレギュラーだと思っていた共演者も多く、スタジオから驚きの声が上がっていると、川島は今までは元気なバイトリーダーということで。